はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルエビル高校ですね、もうイベントデッキの画面にはなっておりますけれども、今回のコンセプトはですね、ちょっとバウンサーを2人入れてやってみようと思います。まあ、いつものねバウンサー役の先駆けくんに加えて、今回は挑戦者大谷くんが入ってます。でこの編成だとちょうどね挑戦者大谷くんが筋力になってますので、まあ一応これで全練習はタッグが組めるというところになってます。とあとやっぱり3点突破を狙っていきたいんで、ミート上限アップの角ちゃん、守備上限アップの、佐伯さんをお借りして、補給上限アップのレイリーを入れてます。でただこの編成の欠点はですね、一応前入れが4人いるということですね。レイリーと角ちゃんと先駆けと挑戦者大谷くんが前イベになってますので、前4という形になってはいるんですけれども、まあ、イベントのね多いキャラはいないので、まあ、多分こなせるんじゃないかなと思います。一応角ちゃんの福イベは、まあ、状況によっては切っちゃおうかなと、1回で終わらせちゃおうかなとも思ってます。まあ、一応それでやっていきましょう。だから本当はね挑戦者大谷くんの枠が、まあ、エビル高校のね大田くんにできれば、まあ、最高だったんですけれども、自分の手持ちのデッキ的にはちょっとそれは実現不可能なんで、どうしてもねやっぱ PSR プラゴの佐伯さんはお借りしたいんで、まあ、ここ大田くんにしちゃうとそもそも佐伯さんが入れられなくなっちゃうという、まあ、そういうジレンマがありますと。じゃあ練習の方はまあ最初なんでね、どうしよっか、レイリーでいきますか。強化が低いんで。さてこっからまたいつも通り、まあ、どうしていくのがいいんだろうね。ソウルセメタリーの回収率もまあ必要だけど、てか全部1だね。ここはまあコツがあって黒金がある守備連でいいでしょう。で挑戦者大谷くんは金徳がね降格砲か精神的支柱なんですけれども、俺的にはねやっぱ降格砲を取りたいんですよね。打てる打者を作りたいんで、ただ降格砲はねやっぱり重いっていう、しかも1でしか手に入らないんで、そこが難点ですよね。ダンジョン2人、ここはロックしときましょう。しかも大谷くんとナッチだったんで、バウンサーとスナイパーという、まあ、結構いい組み合わせ。2人の評価が上がるか。ここのロック SG3 人ね、まあ、角ちゃんもいるんで、じゃあ3人ロックしときますか。で彼女キャラがいると体力にちょっと余裕は出てくるのかな。2人、あダンジョンが2人ロックできるね。ロックしちゃおう、角ちゃんもいるし。角ちゃんもね今回は別にお守りを持ってきてるわけじゃないんで、まあ、今次元ボックスがね招き猫とカロリーバーだから、まあ、そっちを使っていこうという、まあ、そんな感じにはなってます。うん、ここやっちゃおう、吸収。だからまずはまあ角ちゃんの評価を上げていきたい。で彼女イベントを起こしてダンジョンのソウルセメタリーを使っていく。よし、3には乗った。どうしようかな、 SG 終わらせちゃう、終わらせちゃおう。あそうか、ラブパワーもあるからいいね、やる気下がるけど。あでもパフェが無駄になってしまった。あれこの場合ってさ、別に下にしとけばいいのか、別にイベントが切れるわけじゃないよね。よし、ここは黒金をロックしておこう。だいぶ角ちゃんが絡んできてるね、それはありがたい。先駆けくんもちょっとねレベル上げたいよね。ここナッチか、ナッチのコツ補給コツ欲しいんだよね。ここ結構すげえな、経験点が。ナッチ補給コツくれ。これ補給コツあるとないとでは当たり前だけど、ローボールヒッター精神の消耗が違うからね。
まあ、コツの数的にはナッチも別に多いわけじゃないんで割と狙っていけるとは思うけど、やる気が下がっていく。ダンジョン黒金を終わらせちゃおう。さて、あれダンジョンって今どういうロック状況になってんだ。まあ分からんけど体力が減ってきたから、ここ監督評価も上げないとね。あんまり監督ほったらかしにするとマジで試合に出れない時があるから。黒金を回収したとはいえやっぱり 1,2 回は練習しとかないとね。でここはタイヘイラック、先駆けくんのコツか。肩が回収できるね。大谷くんの評価上げつつ監督評価上げて筋力を回収しておきますか。いやーハートいいね、やっぱり。よし、ダンジョンゲット。あとはツノちゃん、先駆けくんの筋トクが終わったな。前が4人いるからね、そこがちょっと大変なんだよね。明鏡かよ、明鏡はマジでちょっといらないんだよな。大谷くん乗ってるっちゃ乗ってるけど、コツか。大谷くんのコツは欲しいからな。レーザービーム OK。 ちょ、外野では来てるんで。いや、ナッチのさ、このイベントほんといいよね。送球骨3で掴めるっていうのがマジでいい。で告白が来たので、いいなこいつは、モテモテで。本当にミートが2上がったけど、あはは、来てる大谷くん、超ありがたい。一応こっちも見とこう。うん、まあ、ちょっと大谷くんの方だね、先にやっちゃいましょう。筋力、あ、でも大谷くんとか得意練習率アップ持ってたよね。やっぱりエビルでは得意練習率アップ、コフとかいらねえ。かなり使えるよな、コブじゃなくてあれね、得意練習率アップね。でここら辺から結構タック、おお、大谷くん来るね。ただ先駆けくんで終わらしとこう。タックフィニッシュをかけられるところはかけておく。で黒がね、プレッシャーなんとか。そうだな、細いものを潰してなかったね。いやーすげえな、おい。まあいいや、しょうがない。早急、早急3でいいかな、潰しちゃおう。で固め、悪球、代打、エスラ、ホーム突入、ローボールヒッターも3で潰して、ムード、レーザービームも3でいい。プレッシャーラン、まあ、いつもの通り盗塁アシストで終わりかな。さてソウルセメタリーの黒金はもう使っちゃいましょう。おお、大谷くん君すごいね、本当に。メンタル止めておくか、ちょっとレイリーの足だからね。でここでちょっと体力が有り余ってるけど、意外性を取って意外性を潰しちゃいましょう。ナッチも意外性持ってるからね、ここで意外性取れるのは結構いいかな。なかなか相性がいい。ナッチがエビルに本当に合ってるよね、相性抜群だよ。2人プレイマスか。あー、ここも一応ロックはできるけど2人やっとくか。でここはレイディーにして、あ、固め、もう取っちゃったんだっけ、別にいいけど。お、いいね、メンタル回収しておきましょう。これでスイープ。
で12月の3週なんで、大谷くんはね経験点高いからね、あれを使ってる時にダンジョン使ってる時に来てほしいんだけど。でデートをどうするかだよね。結局さ6月で終わっちゃうからさ、なるべくそっちで消化したい気もするんだけど、ただ経験点が上がってる時にデートをこなしちゃうっていうのもありだよな。大谷くんのコツ欲しい。広角打法が普通に欲しい。さよなら。でここ評価どうしよっかな。体力的には大丈夫だから食べさせてあげよう。いいね、さすがに経験ってすげえな。こっちが回収できるんでいっちゃいましょう。まだ溢れることはないからね。インコースかで行く。頼む、これマジでパワーヒッター欲しい。失敗しやがった。まあいいや、この編成だとパワーヒーを持ってるやつがいる？いなくね？頼むぞ。 OK、 すげえ経験点だな。ちょっと使っていきますか。ミートラね上げていこう。A くらいにしておけ。技術が全然なくなるわ。これでも技術足んないの？ロックできてないのかな技術が。まあ、やっぱりどうしてもねソウルセメタリー的なものが優先されちゃうんで、肩ロックしておこう。だってこれ、あ、1人いるか。精神がいないのか。守備職人 OK。でここは一理ある。追い打ち打撃コツを取っていく。タイエース、技術足りてねえよ。なんだかんだで技術足りてないんですけど。さよならは取っちゃうでしょ。タイエース、守備職は3で絶対掴む。追い打ちなんて1でよくねえか。イブシギンちょっとかかるよね。レンダーは重いんだよね。インコースとアウトコースは勝ち合ってるからな。どっちもどっちだよな。1人3人、そうか、そろそろ意識しておかないといけないけど、ちょっとなんかいいのがないからデートしとこう。経験点が上がってるうちに少しでも消化しておきますか。一番最初のデートが微妙すぎんだよね。毎回言ってるけど。筋力42。大谷くんのイベント消化してくんねえかな。3人、足か。2人、どうしよう。3人ロックか、でかいよな。波動は得意練習率アップだからね、まあ、美味しいといえば美味しいけど、シラスとか来てねえな。よし、広角打法ゲット。これレンジャー1だからね。臨床ポイントどうなんだろうね。ここ技術でロックかけられんな。技術でロックをかけておくか。ここ回収できないからね。はい、てかメカニクスとかいなくね。全然出てきてない気がするんだけど。 OKOKOK、 ここで体力を回復してくれるのはでかい。さて回収できるね。ここは回収しちゃいましょう。精神がだいぶあるな、まあ、それはそれで別に全然いいんだけど。お、パワーヒーが来た。ありがてえ、めった打ち。これで佐伯さんは2回目が終わったところか。え、マイベ今どうなってる。消化率的に大丈夫なの。メンタルはロックされてないのか。
シラスロックして補給骨あるしな、一人でもいいや。ちょっとナッチ、ナッチコツくれ、頼む。練習かよ。でこれは下、んこれどうしよう、切っちゃおっかな。ちょっとなんか怖えから切ろう、諦める、さよなら。速攻、速攻すぎる。ロックがかかってないのか。春影もマジで回収しときたいしね。波動か、ただ技術精神だからな。いや、かけちゃおう。もう3月になりつつあるね。どうしよう、強いメンタルにしよう。ちょっと安全に、ここが一応回収はで、回収っていうかできるのか。ちょっとポイントが溜まりつつあるから、パワーが D、 強力も D くらいにしとこう。であとちょっと守備を上げて臨床技術精神をさばいていきます。 S になるくらいか。でここは終わらせちゃおう。10回だからね、上り竜取るのって。内野安打、速攻、速攻もうじゃあ潰しちゃうか。内野安打も1でいい気がするんだよな。これやる気が下がる。ちょっとこ技術が足んねえなこれ。速攻一応3だからもう掴んじゃう。一応タック、守備、メンタルが回収はできるけど、シラスを1人でもロックしておくか。佐伯さんのコツもあるし、だ佐伯さんのコツも絶対欲しいっていうのがもう守備職人にとったからないんだよね、特に。うわ、やる気がなさすぎるんだけど。一応ここ決められるね。あ、ここシラスロックかけられるけど、どうしようかな。ソウルセメタリーの50があるんだよね。50があるんだけど、これもあるんだよね、カロリーバー。1個使っちゃおう。で、1回、タックフィニッシュを決めます。チャンスリベンジ。ヒートアップ。これ、もうやる気は下がらない。じゃ、技術も下がらないし。これ、やる気上がる？上がんねえし。ここロックかけられる、かけて。てかメカニクスマジでどこ行った。て経験点少な、96とか。まあいいや。スカウトさん、俺はやる気が全くないぞ。どうだ、なかなかいいじゃないか。やる気ないけどね。え、下ピン小中、やる気がない。大丈夫これ。やった、一応打ってくれた、ありがてえ。やる気は関係あんのかな、ないのかな、よくわかんねえや。足、メカ、メカ、メカいるけど、いるけど、どうしよう。こっち使っちゃうか。メカをロックしとこう。このやる気のなさは大丈夫よ、本当に。やる気上がった、メカ回収できんな。あ、ここも回収できる、超でかい。これここだな、ちょうど使った。あ、でももう5種類やったか。リベンジ、これどうしよう。特にもう代打とか取ったしな。まあいっか、レイリーにしとくか。技術、大谷くん、これは挨拶。あれ、挨拶にする必要なかったの、もしかして。ムードとかも取ったしね、よくよく考えれば。あー、これ収益間に合うか、どうだ。
や、どうしよう、ここ一回デートしとこっかな。自然回復力アップは何気に結構いいんで、でデートしちゃおう一回。でこれは買う。やる気上がれ。上がらない。これやる気上がる。上がらない。波動を手に入れたけど、あ、ここちょっとロックかけよう。メカちゃん、いやメカニクス2人っていうのがすげえいいな。これどっちがいい。ここか。技術が2人いるしね。よし、ここで行こう。タックフィニッシュ。暁広角打法やった。ラブパワーで一気に買い出せんかよ俺。これ下でいいよ。でちょっと守備力だね。やっぱりまず99に上げておく。そこからミスト、どこまで上げられる。これ S、 ちょっと筋力が余ってるからさばきたいんだけど、技術マジで足んねえわ。なんなのこの技術の足らなさ。やっぱバウンサーは2人いた方がいいよね。これでさ、総力上限アップとか出てきたら、もしかしたらレンジャーをね2人入れた方がいいかもしれないんだけど、ちょっとそこら辺が分かんないな。だから今の現段階でいくと、ガードにバウンサーにレンジャー1スナイパー1がいいと思うんだよね、今この段階でね、やってる限りは。でここタックフィニッシュ。結構タックフィニッシュもう決まってないかな。何回か見れんだよね、なんかタックフィニッシュって。見なかったっけ。10回目。これで上り竜。これどうしよう。さよなら男は取ったしね。磨こう。あ、メンタル春明を取りに来て。これマジでナッチ、てかナッチ補給庫作れ。練習かよ。こいつ結構練習多いよな。5月の3週だから春明を狙いに行けるはず。ここも終わるな。技術2人は結構おいしいけど、ちょっとこっちやっちゃうか。最悪補給力は取れないかもしれない。粘り打ち。メカニクスゲット。あー、春英ロックができる。ブレインマッスルはいいや。ちょっとそうだな、ここロックかけとこう。で6月、ここはちょっと調整に入りたい。これ何、これ真ん中でいいや。ヘッドスライディングとか取れるやつがあるけど、もうそれ取っちゃってるからね。あ、早速来た。18%か。怪我したくないんで、ここはカロリーを使います。でソウルセメタリーなっけ。これ使っとこう。ちょっと6ターンって言っても無駄になっちゃったな。次精神が来てくれるとすげえありがたいんだけどな。佐伯さん、君に託す。ダメだったけど、ダメだったけどやっとこう。もうこれ回復する。まあもうタックフィニッシュ的には10回決めてあるからね、そこまでこだわらなくてもいいような気はするけど。ブレインマッスルももう無理だな。メンタルか。ここ技術がロックできるんだよね。ここも技術がロックできる。技術やっぱり足りてない気がするんだよな。ここにしよう。最後もしかしたらまた稼げるかもしれない。6月の4週。これは下。
すまんな、やべ。お前の評価など捨てておく。54稼げる。これはこっちでいいよね。いや、先受け君今回結構活躍してんな。アベレージヒッター。じゃあそこから意外に精神まだ全然使うからね。独身術は取っておく。ヒートアップは結局窮地のコツが取れなかったのか、取っておこう。でミートが全然まだ上がってないから、はい、102にはギリギリなった。で技術が例によってなくなってるし、ソウルセメタリーとしては技術はちょっともう使っちゃおう。からのデート、からデートが1回でも入ってくると怖い。だから先に終わらせておこう。やる気が上がってくれるのは助かるね。だ本当だったら大田くん入れてやってみたいよね。お待たせいたしました。5番。あとはね、意外に炎上する闇野くんだから。これなんか点取られるときってどうやって取られてんだろう。なんかスバルはさ、あのタイピンバツみたいなのがあるから、タイピン三角か、そういうのがあるから、なんか一回塁に出られると打たれちゃうのはわかるけどさ。あ、やべ、ヤミオってなんか持ってたっけ、マイナスなんか持ってた気もするんだよな。ちょっと抑えてはくれたけど、あ、そうか、大谷君試合経験点ボーナス持ってるんだ。そういえば、あれ金徳大丈夫、そういえば全部回収できてる。本格打法どうでしょう。ほいほい、メッタチも取ろう。粘り打ち、恐怖の満塁男は置いとく。体重差3でいい。精神的集中取っちゃおう。でリベンジ3、上り竜は置いておく。一番やりか、取ろう。あとスイープですげえ敏捷持ってかれっかな。でまだ一応あれを残してあるんだよね、シラス300使う。いやきついな、精神450か。もう18しかないからな、補給。勝った勝負。これどこまで上がる、 C くらいまで上がる。C だね。 B まで上げられるか。その代わり敏捷も完全になくなったけど、で一応見とこう。お出かけしよう、デートしましょう。まあ、こっからちょいちょいくれるからね、経験点を。敏捷技術、まあ、美味しいは美味しいな。一応見る。筋力か。大谷君がねプラゴになればね、練習効果10が一応つくんで。で敏捷ちょっと足りなくなってるからもう使っちゃうでしょ。でデート終わらしちゃおう。 OKOKOK。 で尊重する。お、かなり掴んだ。これはでかい。精神がほんと足りねえな。で挑発も掴むでしょ。上り竜は、上り竜も精神使うからね。満塁男も何気に精神使うね。いやー精神不足だ。パーヒット男、アベレージヒッター1だと結構重いな。やっぱりチャンスね、欲しいは欲しいけどね、ちょっと取ってる余裕がないよな。お待たせいたしました。大
横田くんになってどれだけ変わるかだよね。横田くんでも全然悪くないと思うんだけどね。イベント経験点高いしね、大谷くんは。エビル攻撃に入ります。トップバッターは三平、今日3打点を挙げています。あーちょっとずれたか。取りました。これで満塁。普通満塁男持ってるわけじゃないけどさ。エビルリードで迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面で発進で捉えた。抜けた。エビルよし。あとは試合経験点でどこまで伸ばせるか。この段階で70もらえるからね。まあ実際69だけど、ちょっと攻めたりでもう別に使っちゃっていいでしょこの段階で。でコーツ大谷くんか。なんかある？一応もらっとこう。初球、これまた結構重いものきたね。でナッチ、いやマジでありがたい。これみんなのやる気が上がるっていうのも何気にいいよね。で祝福を取っとこう。精神足りねえわ。3個突破できなそうだな。もうちょっと便所いらないから、少しでもちょっと少しでも本当にメンタルをやっていきます。ただ今回彼女キャラがいるからね、最後にエピローグ経験点ももらえるといえばもらえる。お待たせいたしました。5番追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で3番って誰が張ってるんだ。スタンドに入りました。ファーク大田か。ちなみに大谷君ってどうしてんだ。ピッチャーは闇野かな。見てみよう後で。ここで闇野か。しかも闇野って6番くらいにいなかった。ツーアウトランナー二塁という場面で3塁初球引っ張った。スタンドに入りました。ファーク第2球投げた。失投が多いな。やる気がなさすぎる。第3球はえ大谷君いった。ちょっと分かんねえや。迎える6回です。今日2打席連続でホームランを放っている。3打った。これは強烈。いった。入った入った。大谷君いなさそうだな。スタメンに入ってねえわ。でかい。ここでもうすでに100超えてるからね。さてそっからメンタル切り裂き、技術と精神それなりに稼げんな。さすが佐伯さんだな。スカウトさん評価。切り裂きのコツ、アベレージヒッターか。いやちょっと経験点に走ろう。スカウトさん評価も上げる意味で。ちなみに暁大付属って回収してあるよね。人いなさそう。 B は欲しいな。 C は欲しいな。肩 F やだな。外野で、外野の肩 F とかマジでやだ。最低でもいいんですよ。レーザービームが何の意味もなさないからね。お待たせいたしました。点を取ってくれるね。打撃強えな。光守もやる気がねえな。変化球はアウトローへ。ボール第2球打った。強い当たり。4回の裏エビル攻撃に入ります。この回どんどん狙ってこう。ストライクに入ってきたら打ちました。痛烈右中間。いった入った。エビルリードで迎える。頑張るね守君やる気ないのに。ツーアウトランナーなしという場面で三平今日3打。これはいい当たりだ。左中間攻撃。おお頑張るね闇野くん。128いいですね。かぶらない。ちょっとでも経験点欲しい。最後なんか使ってないのある？ないよね、まあ、回収できたのはまあやっぱりそれでもメカニクスと白さも絶対必要。絶対必要だね。で、敏将か。もう敏将はいらないわ。
13、こっちだと16、技術が5稼げる。どうなんだろう、この5稼いだ方がいいのかな。13、4、12、5、何が足りない今の俺には。もう分からねえ、分かんねえからこれでいいや。でちょっと一回精神どこまで上げられる、精神じゃねえや、補給どこまで上げられる。あー102、ちょっと待って、400あっても足んないのか。補給骨取れなかったらやっぱ痛えな。で100でしょ、200、もう300くらいは手に入るかな、経験点エピローグとか全部合わせて。優勝する前提で登り地を取んなきゃいけないんだよね。ただそれ以外の金徳は抑えてあるから、あとは補給と登り竜に回せるだけがあればいいんだけど、どれだけ打てるか。高速シュート、この独身術が発動しているときに何としてもホームランを打つ。おい失投かよ。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁がセーフ。あ、しまった力みすぎた、点取られてるし。優勝した時の経験点も欲しいんや、ワイワエビル。この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは、よしよし、とりあえず2本打った。あとは勝ちたい、本当に勝ちたい。5点とか。エビル追う展開で迎える8回です。今日2打席連続。あれ、そういえば誰ピッチャー、そういえばここもうやるのじゃねえよな、今思ったけど。市村とか誰やねん。大谷くんに投げさせろや。大谷くん降板しちゃったのかな、それともちょっと見てなかった最初の方。136、40じゃなくて20だっけ、優勝したとき手に入るのって。でここで40、300も手に入んねえわ、よく考えたら。上り調子ゲット、 OK。 大谷くんくれ、ポイントくれ。あ、タイエースここでくれるんだ、忘れてた。あ、満塁男も忘れてた。上り竜満塁男11000、経験点的にはまあ悪くはない。441、まずちょっと補給、重い、そう、重い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 。で満塁男、うお、132、上り竜ギリギリだ。上り上司が3になってんのが超でかい。これ3じゃなかったら取れなかったんじゃないか。で精神が枯渇したんで肩でも上げときますか。なんか筋力敏捷技術がいい感じに同じくらいなんで、せっかくレーザービームもあるからね。え、どうするこれ、これ上げ A まで上げて、足も上げよう。であと筋徳に、筋徳じゃねえや、徳能に回そう。いや本当だったら多分徳能取ってった方が、あ、初球せっかくだからなとこ。精神力がなくなった。インコース、肩 B とかでもいいかな。じゃあちょっと一回肩下げてみよう。で対左が取れる。あー、とはいえこれなんて精神が足んねえからやっぱほとんど取れねえか。ハイボールヒッターは関係ねえかな、ローボールヒッターを取ってあるから。アウトコースも関係ないしよ。走力ブーストがある。対左を取って走力ブーストを取って、技術が余ってる。もう精神がゼロっていうところがね、なんで精神ゼロになったんだっけ。なんか取ったよね、ギリギリ取れるみたいな話して。まあいっか、もう分かんねえや。じゃあ肩 A にして、うん、もういいや、ちょっとめんどくさいから今回これでいきます。あと上げられるやつも上げときますか。はいはい、まあ、技術188余っちゃったけど、まあいいでしょう。102にはなってる。で金徳も全部抑えたから、また例によってこいつは多分使っていけるな。ミートと、守備と、
呼吸が間違えた102で独身術、みんな名前一緒だからね俺顔も一緒名前も一緒で出来損ね闇予備になるからね。ちょっと待って、なんかおかしいな、名前がおかしくなっちゃったな、ニックネーム名字にやっちゃったのか。ちょっともう一回決める。すいませんね、あの一応パワチャレに出る人なんで、あの見分けがつくようにしときたいんですよ。ミート守備呼吸、102の特進術、ちょっともう見やん、これ変えられる？変えられない、ちょっとここ変えとこう。 OKOKOK、 はいはいはい、と完成 SS3 ですね。まああともうちょっとね、もうちょっと伸ばしたい気がするよね。まあ、こんな感じです。精神がちょっと足りてないんで、まあ、ただ能力的にはかなりいい選手、盆栽にしてはね、かなりいい選手には育ったと思います。まあ、上り竜取れるだけ来たんで、タックの回数もね、結構良かったし、まあ、経験点1万1000超えてるんで、まあ、あと本当に爆発すれば、もう1ランク上の選手が作れるのと、あと1000丸でどこまで伸びるかっていうのも、まあ、やってみたいはやってみたいですよね。まあ、というわけで、やっぱりね、バウンサーに、そうだね、これからちょっとバウンサー2人っていうのを意識して、デッキの方を組んでいこうかなと思います。だこれに大田くんを入れられれば、またちょっと違った選手が作れるかもしれないんですけど、ちょっと自分はできないんで、まあ、ちょっと他の方々の、あれを参考にしていただければと思います。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。